めでとうございます。いやいや、もう辻子さんおめでとうございます。はい、ありがとう。オリンピックのね、フラッグツアーっていうのがありまして、はいはい、ぜひ3県、被災県、伺いたいというふうに、はい、あの思っております、はいはい、復興オリンピック・パラリンピックですので、はい、単にオリパラの競技を持ってくることだけではなくてですね、その前段のずっと盛り上げといいますか、そういったものがまた大きな力になってくると思いますんで、そうですね、はいはい、これちょっともう時間もたっぷりありますからね、あの、いや、たっぷりというか、いやいや、その競技はその時だけだけど、それに向かっての盛り上げというのは非常に有意義だと思いますから、はいはい、ぜひ一ついろんな形でまたよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。